三越伊勢丹ホールディングスは三越恵比寿店を来年2月末で閉店すると発表しました三越恵比寿店は1994年に恵比寿ガーデンプレイス内に開業し周辺の住民が主な顧客でしたが近くに大型商業施設ができたことに加えネット通販の普及が逆風となり業績が低迷していました この3年間は店内の改装などの手こ入れを進めましたが、業績は改善せず閉店が決まりました。およそ60人の従業員は他の店舗へ移動させるとしています。新型コロナウイルスの感染拡大で消費の落ち込みの長期化が懸念される中、大型店舗などに経営資源を集中する方針です。